俺だからいいけど、他の男の家でこんなに爆睡したら何されても知らないよ。お、やっと目を開けたな。おはよう、気分はどう？たく、お前さ、昨日からずっと連続13時間も寝てたんだぞ。それも着替えもせずに。眠気覚ましに何か飲む？ミネラルウォーターあるよ。僕からもおはよう。目覚めた？君は昨日壊れたおもちゃの記憶を取り戻したらそのまま眠り込んじゃったんだよ。トーマも何度か起こそうとしたんだけど、君がすごく幸せそうな顔で寝てたからできなかったみたい。そんでトーマは君をベッドに運んで自分は床で寝てたんだ。いかがわしい真似はしてないから安心して。あ、でも少しだけ触ってたよ。触ったって言っても頭にだけど、君の頭を撫でてたんだ。なんかね、すごく愛おしげだった。ほら、水。バスルーム向こうだから顔を洗うならあっちでね。着替えとかもそっちでやって。お前が入ってる時は立ち入らないようにするから。さて、朝飯何にしようかな。お前ご飯派なんだよな。パンはやだ？ん？じっと見てどうした？バレてたか。お前の寝顔を見てたら子供の頃を思い出して、ついね。妹扱いすんなってまた怒る？また？ってことは君は前にも妹扱いされて怒ったことがあるんだね。まあ君たちの関係見てればなんとなく想像つくけどね。よくそれで恋人同士になったな。言いたいことがあれば後で聞くから、とにかく飯にしよう。米冷凍のがあったような。冷凍のでもいいよな。昨日は急に記憶を取り戻してびっくりしたよ。でも考えたら昔の写真ってのはすごく有効だよね。トーマがこの辺好きにしていいって言ってたからさ、後でアルバムを探させてもらおうよ。こんな時間か。時間経つの早いな。あのさ、俺ちょっと買い物行ってくるから、ここで待っててよ。腹減ったら適当に冷蔵庫の中身漁って。俺の隠し食料を奪うの慣れてるだろ、お前。そんなことに慣れてるってどういうこと？子供の頃の話だよね。んじゃ、行ってくるよ。プライベートエリアはさすがに踏み込めないしな。じゃあまずはアルバムさん、カモン。なかった。考えてみればそうだよね。一人暮らしするのにアルバムなんて持ってこないよね。昨日の一冊があっただけでも奇跡か。なんかいきなりやることなくなっちゃったね。トーマが帰ってくるまで勝手に外出するわけにもいかないし。仕方ない。なんかゲームでもやろうか。ゲームソフトは、おお、いろんなゲームがあるね。あ、これなんかどう？デスティニーキングダム、格闘ゲームみたいだね。君、格ゲーってやったことある？まあ、とりあえずやってみよっか。うわ、何この宰相、強すぎるって。え、勝ってもブラック宰相が出てくるの？つーか、初期キャラの王子が使えなさすぎ。いや、でも即位してからの王家の紋章は割と有効。
新学者出てきた。なんだよこの説教インフィニティって、ガード不能技じゃん。は、今何時？嘘、もう夕方？何時間格闘ゲームに没頭してたの？トーマが帰ってくるまでって思ってたのに。トーマは何やってんだよもう。ごめん、遅くなった。あ、帰ってきた。いろいろ用事ができちゃってさ、ほんとごめん。怒ってるよな。悪かった、反省してる。お詫びに今夜お前の好きな唐揚げ丼作るから許して。あと風呂から出た後用にプリン買っといたよ。凍らせて食べるんだよなお前。風呂から出た後ってことは、トーマはまだ君を家に帰す気はないみたいだね。この状況は微妙だけど、今一人になるのも不安だよね。あんなことがあったしさ、ここで取り戻した記憶もあるし、何日かはこのままでもいいかな。どう？ああ、そうだね。お前もここの鍵必要だよな。でも合鍵はうちの親が持ってんだよな。明日どっかで作ってくるから、それまで待っててよ。ついでにお前の家の様子も見てくるから、鍵借りとく。部屋漁ったりはしないから。あ、お風呂出た？うん、疲れも取れたみたいだね。おいおい、なんだそのパジャマ、色気のかけらもないな。お前でも湯上がりなら多少はいい感じになるかと思ったのに、期待して損した。じゃあ俺もシャワー浴びるか。眠かったらベッドで寝てろよ。俺は昨日と同じでいいから。昨日と同じって、トーマまた床で寝る気なんだね。一緒に？俺とお前が同じベッドで？何言ってんの。別に嫌じゃないよ。そりゃ全然嫌じゃないけど。それ他のやつに言うんじゃないよ。誘われたって思うから。ベッド入ってから違うっつっても遅いよ。完全に合意発言だぞ今の。そうですね、僕もそう思いました。俺はそんなことないけど。てか本気で誘われてもお前に手なんか出さないよ。お前相手にそんな気にはなれないしね。ビジョン何？とにかく一緒のベッドはなし。こんなでっかくなってからそういう甘え方は良くないからな。ねえ君、今のって何だったの？何かの記憶の断片？でもあれだけじゃ一体何の記憶なのか分かんないや。どこかの建物とトーマ、他にも誰かいたかな。はっきり見えなかったけど。だけどさ、トーマといることは間違いじゃないみたいだね。ほら、こうして記憶に刺激があったし。さすが彼氏って感じ？でもさ、トーマって君を異性として見てない発言多すぎない？今更そんな気にならないとかさ。だったらなんで付き合ってるんだよって言いたくなるよ。あ、もしかしてシンからのメールにあったトーマに会いたくない発言ってこれが原因？トーマの態度のせいで喧嘩でもしてたのかな。もうどこかに出かけちゃったよ。あのね、トーマがね、出がけに君の頭を撫でてったよ。名残惜しそうに君を見てた。トーマ、君のこと好きなんだな。心配性すぎるとこもあるけど、基本的にいいやつだよね。さて、起きたら着替えて、今日
今日の行動を決めよう。君が身支度してる間にトーマが帰ってくるかと思ったけど、来なかったな。どうしようか。今日はいい加減外に出たいけど、昨日みたいに遅くなるのかな。あのさ、ここ来る時に通った坂道覚えてる？このマンションのすぐ前の道。あれってさ、一番最初に君が取り戻した記憶の中の道じゃない？だとしたら、もう一回あの場所に行けば何かまた思い出すかもしれないって思ったんだ。どうしようか。トーマがすぐ戻るとは限らないし、あの坂道目の前だから行っちゃおうか。トーマには悪いけど、ちょっとだけだから鍵開けたまま行こう。で、急いで戻ろうね。どう？やっぱりこの坂だよね。確かあの記憶の断片だと、君はここを迷いながら歩いてて、トーマに見つけてもらってたんだ。あれ何歳くらいかな？幼稚園とかそのくらい？君は…え？で、出た！殺人予告男！どうしよう？逃げる？戦う？呪文を唱える？この間はごめん。変なこと言ったよね。謝るよ。それで、その、少し話ができないかな。話？いやいや必要ありません。怖いし、これ以上妙なトラブルに会いたくないもん。行こう、トーマの部屋に帰ろう。聞いた方がいいと思うけどな、話。え？聞いた方がいいと思うけどな、お前の恋人のこと。ねえ、早く戻ろうよ。お前のそばにいる男、あれ、お前の恋人じゃねえ。お前が今一緒にいる男は、お前の恋人じゃない。ああ、嘘じゃねえ。嘘をついてるのは俺以外の誰かだ。どうだ、信じるか。まあ、どっちに転んだところで結果に影響はねえけどな。どの道お前は奴に殺される。あれ？起きてたのか。お前が起きるまでに戻ってこようと思ったのに、失敗しちゃったな。いきなり誰もいなくて、びっくりしたろ。メモでも置いとけばよかったな。お前ん家の様子を見てきたんだけど、特に変わったことはなかった。そんでほら、合鍵、作ってきたから、お前のカバンの上置いとく。なくすなよ。はぁ、あ。トーマが帰ってきてくれて安心したよ。さっき怖かったね。ねえ君、あの男のことどう思う？トーマが君の恋人じゃないって話、どういうことだろう？え、ちょ、何か思い当たることでもあるの？僕も不安になるじゃない。まあ、トーマは君を異性として扱ってない節があるから、本当に彼氏なのって思うこともあるけど。でも、トーマは信用できる気がしてるんだけどな。そうだ。お前昨日そこの格ゲーやってたよな。2があるけど、やる？え？本当？
デスティニーキングダム2、略して DK2。 2は精霊も使えるよ。やるなら出しとくけど。わーい、やったね。早速やろうよ。起きた？おはよう。この部屋で目を覚ますのも3度目だね。でさ、あれ見て、トーマまだ床の上で寝てるんだけど、毛布がずれちゃって寒いみたい。さっきからくしゃみしてるんだ。うん、毛布かけ直してあげた方がいいよね。何？一人で寝られない？これでいい？お前は一人がダメだから。え？このタイミングで？先生、泣いてるよ。泣いてる。あらあら、どうしたの？お昼寝の時間よ。先生とじゃダメ？一緒にお昼寝しよう。ダメ、困ったな。先生。あら、トーマくん、どうしたの？この子が泣いてるのが聞こえたから。あら、優しいお兄ちゃんね。トーマお兄ちゃん来てくれた、よかったね。ほら、おいで。眠れないの？僕が手をつないでてあげるから、そしたら眠れる。先生、僕のお布団をウサギ組に持ってきていい？え？じゃあ今日だけよ。先生がキリン組の先生に話してくるから。うん、わかった。明日はちゃんと一人で寝ようね。おいで、僕が一緒に寝てあげるから、もう寂しくないよ。あれ、なんか、お前、え、ちょ、あれ、ああ、ごめん、寝ぼけた。やけにでっかいと思ったら。てか、お前も嫌がりなさいよ。素直に抱かれてることもなかろうに。ああ、くそ。昔の夢見てたのが原因か。あったかいな、お前。昔はあんなに小さかったのに、こんなに大きくなっちまって。これじゃあ親父の感想か。あ、でも可愛いのは変わんないな。離れて。ああ、うん。ごめん、この間の言葉ちょっと訂正。さすがにこの状況では全くその気になんないってのはないね。お前育ちすぎだよ。一丁前の女になっちまったな。ちょっと出かけてくる。お前んちの様子見てくるよ。俺が戻るまでにちゃんと服に着替えといて。パジャマ一枚じゃいろいろやばいから。だってさ。なんだよトーマ、そんな気にならないとか今更とか言ってたくせに、ちゃんと意識してるんじゃん。あ、でも今の状況的に危険倍増しちゃった。家の中も外も安心できない感じ？困ったね。君としてはどうなの？
そうだね。やっと女の子扱いしてもらえたんだもんね。ったく、トーマも正直じゃないね。まあ何にしてもトーマの近くにいるのは間違いじゃないよね。少しずつだけど、いろんな記憶が蘇ってきてるしさ。だけど不思議だな。子供の頃の記憶はしょっちゅう戻るのに、恋人になってからのはないんだね。そっちを思い出せたら劇的な回復がありそうなのにな。ただいま。一人にして悪いね。なんか飯食った？まだ？もしかして俺待ってた？冷蔵庫の中身は好きにしていいから。つってももうあんまりないか。今日はいいとして、明日あたり一緒に買い出し行こう。お前もたまには外に出ないとな。先にコーヒーでも入れようかな。いや待て、夏らしく麦茶か。まあそうそう。お前の家見てきたけど、特に変わったことなかったよ。そんだけ。麦茶、あ、やっぱ寒いか。ふーん、君の家の様子を見てきてくれたんだね。ほっとくわけにはいかないもんね。でも毎日行く必要もないのにな。大変だろうに。あれ、それに君の家に行くだけにしては随分時間かかってるよね。寄り道でもしてきたのかな。夜です。ということで、もう寝る時間だけど。お前、先寝てていいよ。俺、ちょっとやることがあるから。だそうなんで、もう寝ちゃおうか。それじゃ、おやすみなさい。で、いいよね。ほほう、君もあのゲームにハマったね。あと少しで完全クリアだもんね。じゃなくて、そっか、トーマを待ってるんだね。わかった、付き合うよ。司教のラブパワーゲット。味方につくと頼りになるな。将軍は超使えないけど。うわっ、嘘、ラスボス精霊じゃなかった。へえ、絶対裏切らないんだな。ほら、お前ね、何やってるの。とっとと寝なさい。う、怒られた。もしかして俺を待ってた？ダメだよ、今日はちょっと遅くなるから。つうか別にもともと一緒には寝てないでしょうが、お前が来てからずっと寝る時間はバラバラだし。とはいえ俺を待ってるっていうお前の気持ちは嬉しいけどね。とにかく今日は時間ないから、また明日な。明日もこの家にいるだろ。いるだろって、そういえばいつまでここにいるんだろうね。特に決めてないけど。そういうわけだから今夜は諦めてくれ。おやすみ、いい子だな。だってさ、仕方ない、先に寝ようか。明日はそろそろ出歩いてみたいけど、どうなるかな。しー、静かに起きて。あのね、トーマ明け方までずっとレポート書いてたみたいなんだ。多分大学の課題だよね。なんだか大変そうだったよ。今は疲れて寝てるから、起こさないようにそーっとバスルームで着替えてこよう。まだ熟睡してるね。これじゃ当分起きないな。この状況で部屋漁ったり、ゲームするのも悪いし。何してようか。
そうだ。ねえ、久しぶりに君の家に帰ってみない？自分家に行くだけだもん。きっと大丈夫だよ。いつまでもこの家にいるだけじゃあんまり進展しないしさ。合鍵もあるし。ね、そうしよう。とはいえ、この前みたいに郵便受けがひどいことになってたら嫌だよね。さて、郵便受けは大丈夫だったね。なんだ、心配して損した。でも匂いは結構残ってたね。腐った卵の嫌な匂い。何日も経ってるのになかなか消えないんだね。もっと時間が経たないとあの匂いは取れないかな。ほんと、あの卵とか虫とかは一体何だったんだろうね。いたずらかな。ただいま。おかえり。ああ、なんか本当に久しぶりだよ。変わったところはないかなってあるわけないけど。ん？変わったところ発見。ねえ、そこにあるのもしかしてパソコンのバッテリーじゃない？だよね。あー、ラッキー。これでパソコン使えるよ。でもこんな分かりやすい場所にあったなんて変だな。この間探した時に見落としたのかな。ここ何度も見た気がするのに。バッテリーセット、パソコン起動。まずはメールでも見てみようか。何これ。普通じゃなかった。ああ、違う。これスパムじゃない。だって君の名前や妙ヶ駅前って書いてあるもん。相手は君のこと特定してる。それに顔写真とか言われてるし、ネット上のどこかに君の写真がアップされてるってこと？それ、まさか記憶がある時の君がやったわけじゃないよね。普通やらないよね。ダメだ、冷静になろう。君もびっくりしただろうけど、とりあえず落ち着こう。あのさ、このメールって死ねとか書いてある方は確実に嫌がらせだよね。チェーンメールかもしれないけど、最悪の可能性を考えて、これは君に対する嫌がらせだとする。で、その他のメールはいわゆる出会い系とか、そういうとこで君のこと知った人からっぽい。その出会い系への君の個人情報流出も、君ではない第三者が勝手に行ったとした場合、結論、君は誰かに強い悪意を持たれてる。はぁ、もう信じられない。この悪意は怖すぎるよ。大体死ね、別れろとか言われても、別れろ？別れろってことは、この脅迫メールの犯人って、トーマの元カノとかじゃないの？もしくは、現在進行形の浮気相手とか。
そりゃ君はそんなはずないって思うかもしれないけど、でもさ、たとえトーマの浮気が原因じゃないと考えたとしても、トーマが君の知らないところで何かしてると仮定すると、いろいろ辻褄が合ってくるんだ。ほらよく見て、このメールの着信日時。最初に来た不審なメールが昨日の午前11時。それで昨日、トーマが君の家から戻ってきたのが11時20分くらい。もしも、だよ。もしもトーマが毎日この家に来て、君宛ての嫌がらせメールを削除してたとしたら？だから、トーマが帰った後に来たメールが一番古い。どう？何らかの理由でこのメールを知ったトーマは、毎日この家に来て、自分に都合の悪いメールを削除してたんだ。万が一にも、君がパソコンを使えないように、君の入院中にバッテリーやコードを隠してね。今日、君がトーマより先にこの家に来ちゃったから、目にする結果になったけどさ。あれ？でもそれだけなら、わざわざ毎日この家に来なくてもいいのか。こっそりパソコン持ち帰ればいいんだもん。そんで、君が寝てる隙に削除すればいいんだ。じゃあ、トーマにはパソコン以外にこの家に来なくちゃいけない理由があった？あ、ねえ、あのさ、郵便受けの卵とか虫とか、あの日本当はトーマが片付けたんじゃないの？それで恐怖の郵便物を知ったトーマはまたああいう嫌がらせされてないかチェックしに来てる。さらにもしかしてああいうことはまだ続いてて、トーマはそれを毎日片付けに来てる？だってさっきの郵便受けすごい匂いだったもん。あれ数日前にしては生々しいよ。ねえ君、ひとまず浮気かどうかは置いておくとして、僕の推理どう思う？ご賛同ありがとう。まあ、僕もこれが全てとは思ってないけどさ。とにかく、嫌がらせとかの件は下手にトーマに相談するわけにはいかないよね。トーマは君に隠そうとしてるんだから、聞くにしてもタイミングを計らないとさ。あ、それじゃああんまり長時間外出してるのも良くないな。最悪トーマとここで勝ち合うよ。急いで戻ろう。で、適当に散歩してきたっていいよ。せっかく来たから何か情報ゲットして行きたかったのに。あ、そうだ、アルバム。トーマの家で見たようなアルバムどこかにない？この本は、教育心理学の基礎概要について、理学療法レポート集。わあ、教科書か。ん？教科書の隙間に薄いノートが挟まってる。って。あ、これ日記だ！日記だよ！すごい！よく見つけたな！とりあえずこの日記を回収して帰ろう！トーマが来ちゃうかもしれないしね！あ！あっ！あっぶな！今こっちからドアを押し開ける寸前だったよ。ってお前、どこ行ってた？目が覚めた時、部屋にいなかったから、すごく焦ったんだぞ。何怒ってんの？怒ってるのはこっちなんだけど。どこ行ってたか知らないけど、少しは考えたら？なんで俺ん家にいるか分かってる？だけど、お前の言う通り、この間、お前が寝てる間に黙って出て行ったのは悪かったよ。いくら俺ん家でも、お前にとっちゃ知らない家だもんな。目が覚めて一人はさすがに嫌だよな。それは悪かった。だから次からお前も出かけるときは声かけてくれ。
心配で死にそうになる。以上、頼むよ。お帰り。よかった。行き先問い詰められたらどうしようかって思ったけど、無事だったね。あとさ、この間からちょっと不思議だったんだけど、君本当にこの部屋に来たことなかったんだね。幼馴染で恋人なら一度くらい来たことがあってもおかしくないのにね。あ、そうだ。持って帰ってきた君の日記どうしよう。トーマの前で読むようなものでもないし、チェックは後回しにして、今はカバンに入れとこうか。コーヒー入れるけど、飲むか？紅茶でもいいけど。だってさ、とりあえず一息入れようか。トーマ、ずっとパソコンに向かってるね。画面はこっちから見えないけど、何やってるんだろうね。ん？ああ、これ。レポート。うちのゼミ、課題きついのよ。全くバイトもできやしない。お前も俺と同じ講義取るなら、苦労するぞ。バイト辞めなきゃいけなくなるかもな。ああ、それもよしか。店長は信頼できるけど、あの店でお前が働いてるの微妙だから。微妙？なんで？お帰りなさいませご主人様って。最初見た時死ぬかと思った。シーンは凍りついてたし。メイドの羊ってもしかしてメイドカフェ？紹介したのは俺だけどさ、厨房のつもりだったんだな。つうか店でやるならいっそ。あ、いや、なんでもない。さてと、もうこんな時間なんだ。そろそろ行こうかな。あ、ねえ、どうしよう。僕たち、君のパソコンのメール受信して開いたままで削除してないよね。ってことは、トーマがあのパソコンを起動したら、僕たちが見たことに気がつくよね。君のメールを君が見ただけなんだから、別に困ることでもない気がするけど、でも…ねえ、どうにかしてトーマを引き止められないかな。あのさ、ちょっと出かけてくるけど。驚いたな。そんな風に素直に甘えてくるなんて、何年ぶり。あの、君たち付き合ってんだよね。寂しいなんて言われちゃダメとは言えないな。今日はここにいるよ。やっぱり怖い？最近妙なことが多かったから。大丈夫だよ。昔約束しただろ。どんな怖いことからもお前は俺が守る。守ってみせるから。おはよう。トーマはもう起きてるよ。冷蔵庫を覗いて困った顔してるけど。ほぼ空だ。麦茶とわさび以外入ってないってどういうこと。もう起きたんだ。おはよう。今朝餅とかでもいい？昨日買い物に行かなかったから、パンも米もないんだよね。餅は実家から強引に渡されたのが冷凍してあるから、むしろ食って減らしてくれると助かる。母さん、じいちゃん家からもらった餅を食べきれないからって俺に押し付けてくるんだよ。家を出た息子に実家の味をとかなんとか言ってるけど、同じ町内に住んでんだろっての。まあ男は若いうちに一人暮らしを経験しとくべきっていううちの親の方針は同意するけど、この距離で実家の味も減ったくれもないよな。だいたい餅って味違うわけ？俺区別つかないんだけど。へえ、トーマが一人暮らししてるのは両親の教育方針なんだ。じゃあ
トーマの実家はすぐ近くにあるんだね。そっち行く機会とかないかな。なんか思い出ありそうじゃない？というわけだから午後くらいに買い物行こう。お前も来るよな。ここに置いて行ったら嫌なんだろ。オーブン、まあいいか、電子レンジで。てか解凍どうやるんだろう。今日は一緒に連れてってくれるんだ、よかったね。買い物か、どこに行くのかな。何か刺激があればいいけど。買い物って近所のスーパーとかじゃないんだね。何か大きい買い物でもするのかな。あのさ、俺金出すから今日はお前の服とか化粧品関係買っていいよ。ワックスとかそういうのも足りなくなってきてるもの全部。え？最初は 2,3 日でお前を家に帰せるって思ってたんだ。お前だってそのつもりだったろ。だから荷物だってそんなに多くなかったしさ。けどなんだかんだでもう5日目だ。お前が安全だって確信できれば返してやれるんだけど。ごめんな、もうちょっと我慢しててよ。それでずっと俺のとこにいるから衣類も足りなくなってきてないかと思ったんだけど、どう？それにお泊まりセットだったらいろいろ使い切る頃だろ。実際ボディミルクとか終わってるっぽいし。そうなの？うわぁ、トーマ見てないようで見てるな。っていうか買ってくれるくらいなら本当に一度家に返せばいいのに。トーマ付き添いで行くの怖いけど。そういうわけだから閉じこもりきりのお前のうさばらしも兼ねて買い物に付き合うよ。さてそれじゃあ行きますか。まずどの店にする？わかった、じゃあ向こうだな。なんだかんだでいろいろ買ったな。てかシャンプーも？俺のじゃダメだった？髪は女の命って言うけどそういうのもこだわるんだな。昔は魔法少女変身シャンプーとか使ってたのに。まあでも普段使ってるやつの方がいいよな。俺はお前の髪の匂い好きだよ。この間布団の中で改めてそう思った。じゃドラッグストアは終わりと。まあ暇つぶし用に何か買っとく。いいよ、行こう。別にお前が何買おうと構わないんだけど、冠婚葬祭の本ってどうなの？そんでもう一冊が社会人のマナー本って。だって何かあった時に突拍子もないことしちゃったら困るしね。えマナー本ってことは入学したばかりでもう就活とか考えてんの？心配なら相談乗るよ。うまく説明できないよね。さて書店はもういいか。わかった、じゃあ見に行こう。見るだけ見て結局何も買わなかったけど、なんで？お前昔からそうだよね。眺めてるだけで満足して結局何も買わないの。そんでも買い物に行くのだけは好きなんだから欲がないんだかあるんだか分かんないね。じゃあ服屋はもういいか。ああ分かった、そりゃ必要だよね。じゃあ俺は店の前で待ってるよ。ショップは向こうだったかな。そっちの人、彼氏さんでしょ？入って入って。一緒に来たからには、やっぱ選ぶでしょ、普通。え、いや、俺は今の売れ線はこっち。シフォン系のキャミとセットで、バッグがラブリーっていうか。じゃなくて、俺はでも彼女さん、こういう見せぶら系も似合いそう。
アウターと合わせてレース見せて。そういうのはだから、こっちのリッチ小悪魔系路線もありですよ。セクシーで。とりあえずサイズを測りしますね。サイズって、このサイズならこれがおすすめかな。あ、試着されます？じゃあ彼氏さんはこっちで、彼女さんいいですか？着替えたら開けますから行ってくださいね。あとはこっちのエレガントっぽいのとインポートのも試されますか？これ人気なんですよ。すっごい触り心地が良くて。彼氏さん触ってみます？そんでダメですよ彼氏さん、勝手に出てったら。どうですか？サイズ合ってました？カーテン開けますね。俺の何かを試してんの？うん、僕もちょっとどうかと思った。刺激があればいいとは言ったけど、トーマを刺激してどうすんの？お前なあ、俺たち今一緒に生活してんだよ。イヤが王にも二人きりなんだよ。そういう男の前で気軽に脱ぐな、下着姿見せんな。一緒に住んでるんじゃなきゃいくらでも選んでやるけど。たく、誘ってるって勘違いされてからじゃ遅いっても。わかるよそのくらい。俺ん家に逃げ込んできてお前に俺が手出したなんて笑い話にもならないだろうが。今夜は警戒しとけよ。さっきの思い切り頭に残ってるから、下手したら襲うよ。自制はするけど。ねえ、スタンガンとか買っとく？お前の買い物はもういいね。じゃあ、あとは適当に食料品だ。欲しいものあったら言えよ。ふぅ、やたらと時間かかったけど、これで当分持つな。お疲れさ、とっとと帰って、一休みしよ。しかし、なんだか急に混んできたな。今日って日曜だっけ？やばいな、夏休みで曜日感覚が麻痺してるよ。あれ？ねえ、君の後ろの女の子、カバンからハサミ出したよ。え、危ない。何？今の音。髪の毛切られた？お前、その髪。誰だ？わーた、目障りなんだよ。叫んな！待て、この。いや違う、優先は犯人じゃない。大丈夫か？どこ切られた？髪だけ。髪を一房だけかな。他は何ともないよね。怖かったね。ひとまず無事だな。よかった。いや、無事とは言えないか。ハサミで髪を切るなんて、あの女、必ず探し出してお前を傷つけたことを心の底から後悔させてやる。急いで帰ろう。連れ出した俺が軽率だった。切られたとこ見せて。後ろ向いてくれたらいいから。背中の真ん中あたりをバツッとやられてる。長さ10センチ、横幅5センチくらい。ブラッシングでごまかせなくもない感じだけど。ごまかせるからいいってわけじゃないよな。顔
わいそうに。これからまた何日かお前は外を出歩かない方がいいね。危険だよ。僕がもっと早く気づいていれば止められたのに、ごめんね。俺はあの女を許さない。お前にこんな真似をしたあいつを絶対に見つけ出して排除する。俺は今日失敗したけど次はさせない。必ず何があってもお前を守るよ。でも今は何もできなくてごめん。お前が悲しい思いをしてるのに何もしてやれなくて本当にごめんな。ねえ大丈夫？ひどいよね今日の。なんだって君がこんな目に遭わなきゃいけないんだろう。君が何をしたか知らないけど、ううん、何をしていたとしてもこういう卑怯な真似は許せない。君、犯人に心当たりある？あるわけないか。トーマは犯人をあの女って言ってたけど、心当たりあるのかな？ないのかな？どっちなんだろう。僕、悔しいよ。犯人に一矢報いたい。どうにかして犯人を特定できないかな。12時になるよ。もう寝た方がいいんじゃない？深夜番組も面白いのやってないしさ、いろいろあって疲れただろう。今日は俺も寝るよ。ゆっくり寝て頭を冷やして少し電気消すよ。いいね。お前さ、俺のベッドでちゃんと眠れてる？俺といるのもう慣れた？慣れてないわけないか。子供の頃からずっと一緒だもんな。つってもお前が大学受験の頃から会わなくなってきてたけど、あの頃からお前俺を避けてたよな。正直これが兄離れかショックだなとか思ったよ。今もちょっと思ってる。でもさ、そうやって下手に距離置いた分、なんかちょっと自分に自信がなくなってきた。俺はね、お前を傷つけるような真似だけは絶対にしない。そして他の何者にもお前を傷つけさせない。今までも、そしてこれからも。